swear that's not what you think it is. Hey guys! Hey! 今日は、ちょっと、真面目なことを話します。それは、これです。今日は、麻薬について話したいと思います。これはダイエットサプリです。はい。はい、カトゥーンの人が捕まっちゃいましたよね。うん。麻薬を使っていたと。でも、そしたら、ちょっと私たちは、わー。捕まったのは、まあまあ、当たり前かなと思うんですけど、その後の、なんかテレビで、テレビ全部それですよね。捕まりました。で、カトゥーン、あいつは最低だ、みたいな。やばいぜ、やばいぜ、っていうので、ちょっとそれについて、いろいろ、海外の、麻薬の知識。知識っていうか、まあ、麻薬はどういうものかっていう認識と、日本がどういうものかっていうのと、その、今この日本で、こんな大騒ぎしてるのが、どう見られてるのかっていうのを、ちょっと、喋りたいと思います。ゆかさん、カトゥーンは知ってますか？名前聞いたことあるけど。そう、カトゥーンはね、昔はなんかもうちょっと人がいてんけど、一人辞めて、二人辞めて、で、三人目捕まって、もう、あと何人、あと三人ぐらいしかおらへん。そう。まあ、アイドルやね。もうめちゃくちゃ人気のアイドルなんで、だから大ショックっていうことなんですけど、そう、どう思いますか？ちょっと今の、最近のニュースちょっとわかんない。なんか意味わかんない。なんでそんな大きい、問題。麻薬は違法なものは、まあ、わかります。知ってます。オッケーオッケー。わかってるけど、ニュースで今、あの人、めっちゃ悪い人、みたいな感じで。うん。まあ、それはちょっとわかんない。まあ、それは多分、文化の違いやけど、私、ベルギー人なので、ベルギーでは、その、麻薬は、まあ、問題ないね。もうこいつはもう、マジで危険人物、近寄るな、みたいな感じで、こいつは最低や、みたいな。それが、やってあかんことを、やったから最低なやつっていうのをやったらまだわかるんですけど、うん、その麻薬をやってるから最低っていう感じやから、うん、そういったらもう多分ね、もう、ベルギー人とかオランダ人と多分誰も仲良くなれないっていう。まぁ、ちょっとやりすぎ。うん、やりすぎやと思う。いや、もう、まあ多分それは、日本ではそういうドラッグについての情報、うん、教育とか情報。教育はない。うん、そうそう。だから、まあ、ドラッグの全部、いや、めちゃめちゃ悪いって思っちゃうね。うん、そうね。けどなんかレベルがあるよ。そう。ベルギーではどう？学校で勉強するの？ドラッグは。ちょっと勉強。ああ、うん、ちょっとだけ。その種類とかは、そのレベルの授業とか。ちょっとある。私の場合ね。うん、なんか、ドラッグのレベル、例えば麻薬。ベルギーでは麻薬を吸うことは、問題ない。法律で、うん、大丈夫。なんか悪いことじゃないね。私はね、タバコと麻薬は同じレベル。アルコールも同じレベル。私にとってね。むしろタバコの方がちょっと、依存しやすいっていうか、体に悪いっていうのも言われてますしね。うん、そうだ。タバコもドラッグですよ。アルコールもドラッグですよ。コーヒーもドラッグですよ。皆さんしてますか？だから脳に影響を与えるっていうところですね。うん、そう、全部、全部そうっていうか。だからイメージなわけですよね。僕もあるし、正直まだイメージ。だから日本人がドラッグって聞いて、麻薬、覚醒剤、まあ、コカインとか、うん、あのね、もう一緒。一緒じゃないや。タバコも悪いねんけど、タバコはオッケーみたいな、そんでなんか。まあ、文化。文化、まあ、文化だけど。文化も教育かと思うねんけどね、俺は。そのドラッグ系って、僕もちょっと勉強したんですけど、その、はい、人をまあ、興奮させるやつと、リラックスさせるやつの二つに分かれていて、麻薬は基本的に人をリラックスさせる。うん。アルコールと一緒。そう、アルコールとかもそうだし。まあ、コーヒーもそうですよね。じゃ、コーヒーはちゃうか。うん、コーヒーはアップ。コーヒーはアップか。で、まあ、だから、リラックス効果もあるし、麻薬は。やらないけど、俺は。痛み止めみたいな感じ。ペンキラーみたいな感じにもなる。麻薬は、ちょっと、痛み止めのようなもの。のようなものね。うん、うん、うん。なんか、まあ、ね、よく言われている医療用麻薬みたいなのももちろん使えるし、コカインとかは、逆にあれですよね、こう、興奮させるし、依存性がめちゃくちゃ高いんですよ。その、興奮させるんで、何でもできる気になっ
って、まあ人殺しちゃったりとか、こう、もうあるっていう、エキサイティングになっちゃうから。そうそうそう。そう。だからダメっていう。まあ依存性の問題ですね。で、もちろん副作用があるから、依存度が高くなると、1日1回でよかったのが、じゃあ、1ヶ月1回でよかったのが、1週間に1回になって、毎日やらないといけなくなって、どんどんもう、体が壊されていくっていうのが。まあ、それはドラッグの全部ですよ、うん。なんか、コーヒー依存とかもあるよ。うん、そうそうそう、全部。コーヒー飲まないといけないよ。そういう人もいるでしょ。確かに。コーヒーの依存はいいのに、麻薬の依存はダメってことでしょ。そう、それはちょっとわかんない。うん。なんか、そういうものを全部飲まない方がいいでしょ。コーヒー、タバコ、麻薬。うん、コカイン。まあ、全部体に良くないでしょ？なんかでもコーヒー、コーヒーも体に良くないですよ。いや、まあ、実はね。実はね。イメージなんですよ、全部。イメージ。そうそうそう。うん、けど、うん、コーヒーのイメージは。いいからね。いい。うん。もちろんレベルがあるね。そうそう。コーヒーとコカインは、ちょっと、違うけど、ちょっと、この麻薬のニュース最近、よくわかんない。なんか僕が思うのは、僕がなんかどう、なんかヨーロッパの人からどう見られてるのかと思ったら、うん、まあ、ウルカさんが言ったみたいに、理由がないわけですよ。なんであかんのかっていうのがわからないっていう。そうそうそう。ところで、だから、例えばですよ。例えると、東南アジアとか、モスリム系の国で、まあ、男女交際が厳しかったりとかするじゃないですか。例えば、女性はこう、スカーフ被っとかないといけないとか、路上でキスしただけで、まあ、逮捕とか、ゲイの人が一緒におったら逮捕とか。その時に僕らって、え？みたいな思うくないですか？おかしいな、みたいな。それがなんか、文化やからっていうのももちろんそうやけど、で、まあ、正直、何だろう、なんかその国は良くないなって思ったりとか、そんな変わった方がいいやんって思ったりとか、正直自分たちの方が、なんか上みたいな気持ちになる人も、なる時もあると思うんですよ。はっきり言ってドラッグに関しては、そう思われてます。ヨーロッパで。アホな国やな、みたいな感じに。だって、タバコもあかんやったらわかるんですよ。タバコもダメ、ドラッグもダメ。で、まあ、お酒とかもダメとかだったらまだわかるんですけど、タバコはオッケーやのに、そっちはダメで。で、まあ、それだけやったらまだわかるんですけど、で、ドラッグした人をみんなでアタックするじゃないですか。みんなでめっちゃ攻撃するから、なんか、それはちょっと、おかしい。そう、おかしいし、勉強が行き、なんて言うんだろう、教育が行き届いてない国っていう。そう。で、すごい、そう思われちゃうっていう。今、田口くんは、捕まったのは、まあ、そう、わかる。そう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 、それはわかる。違法だったら、まあ、してはいけない。そう。私もそう思う。法律を守らないといけない。ベルギーに、ベルギーに来たらよかったよ。うん、そうそう。麻薬、してみたい人は、まあ、ちょっとヨーロッパに来て、そう。うん、やってみてください。はい。そんな感じではないよ。そんな感じではない。これは麻薬じゃないよね。これはコカイン。これコカイン？これコカインよ。コカインじゃないですよ。コカインじゃない。コカインじゃない。サプリメント。これコカインやったら。けど。めちゃくちゃ高いよね。これ全部コカインやったら。そう、やばい。マイクはあれか。マイクはあれか。葉っぱみたいなやつか。ちょっとハーブみたいな。ハーブみたいなやつね。そうそうそう。じゃあ、ちょっとウイカさんはじゃあ、はい、じゃあ、ここでもう、確信をつく質問。ウイカさん麻薬をしたことはありますか？あります。あります。ベリーでね。日本ではやったことない。あらば、怖いですね。いや、私、犯人。ビデオ見てたらわかると思うんですけど、正直、めちゃくちゃ、臆病です。だからなんか、悪いことしないんです。この信号もしもせえへんし、マジでルールを乗っ取る人、ルールに沿う人っていうか。でも、ドラッグはやったことあるっていう。麻薬をしたらどんな感じなの？まあ、普通にリラックスになる。あ、この中が、なんかこんな感じじゃない？全然違う。全然違う。普通になんか、まあ私の場合ね、多分みんな違うよ。けど私の場合は普通に、まあ吸ったらちょっと、あ、ソファにちょっと横になりたい。あー、いい感じ。なんか、普通に何もしなくていい。楽しい。リラックスする。楽しいやん。うん、楽しい。例えば、ミュージックフェスティバルで、うん、これはちょっと公開。後悔の時がある。私、吸って、テントの中にちょっとリラックスして、そのせいで好きなバンドをミスした。好きなバンドは、まあ、あっち、ライブしてるのに、うん、リラックスすぎて、まあ、ここでいいって感じだったから。知っとったん？
好きなバンドがやるってことは。吸った後に行こう。と思ったけど。と思ったけど、リラックスすぎて。まあ、もういい。そう、だからそれはちょっと怖いですよね。自分の意思とは別にってことやから、だからそう考えるとちょっと怖いなっていう気もするけどね。ドラッグがめっちゃいいってわけじゃないですよ。ドラッグをおすすめしてるわけじゃないし。うん、おすすめしないよ。おすすめしてない。うん。けど、うん、まあ。やってみたい人は、まあどうぞ。そう、ぜひベルギーかオランダやったらカフェで売ってるのかな。で、ヨーロッパではどれぐらい？どうかな。私は何回もやったことはないね。うんうんうん。けど、たまにって感じ。たまに。けど多分今からやらないようにしたい。アルコールもなんか全部やらないようにしたい。コーヒーも飲みたくない。アルコールも飲みたくない。ちょっと体を守りたい。けど友達がやったら普通気にしない。うんうんうん。どうぞどうぞ。どうぞ。だからやってることは一緒やから、ベルギー、その田口さんがやったのと、そのオリカがやったことは一緒やから、やった場所がちゃうかったっていう。そう、ごめんなさい。ごめんなさい。それを、ボロ、叩いて言うと、なんか、正直他の国から、特にあの、麻薬が合法な国からは、アホやなって思われちゃうかなっていうところ。で、でも正直僕もあります。正直怖い。怖い。麻薬は。昨日も言った、なんか、私たちベルギーにいるとき、私、その麻薬、吸ったら、あかん。って言った。嫌やもん。だって、そうやって、それはもう嫌ですよ、そんな。けど、わかるよ。うん。うん、けど、やらない。そう。けど、やりたかったら、やるよ。まあ、そうね。私の人生ですよ。はい。けど、まあ、もうやらない、やらない。僕も大体、いえ、ね、その、外国人の方が喋る機会が多いし、まあ、ヨーロッパのことも多分、調べてる方やと思うけど、それでもやっぱり、まあ、生粋の日本人なんで、日本生まれ、日本育ちだし、正直、受け入れるのは難しいなと思うけども、やっぱり、受け入れていくっていうか、こうね、いろんなことを知っていったらいいんかな。だからって言って、合法化しろとかは別に思わないんですよ、僕は。やっちゃった人に対して攻撃するんじゃなくて、なんか、頑張れよっていう、そんな。頑張れよ。そう。日本ってほんまにもう、すごい攻撃するから。日本のメディア、日本の記者はちょっと怖い。私、ずっと思ってる。うん。なんか悪いように悪いように書くよね。その、怖い。そう。なんか、犯人、まあ、犯人っていうか、何かした人を、なんかアタックが強い。そう。まあだから、プライバシーも全然ない。ないね。けど日本では、報道の自由っていうのがあったのよね。まあベルギーでもあるけど、じゃあ日本はちょっとやっぱ、すごい。けど、ベルギーはそんな、そんなにない。全然違うよ。まあ確かに、あの、芸能人の人のプライバシーとかっていうのはよく言われてるけど、まあ結構叩かれますよね、ほんまに。だから日本やったら最近はラブアフェアとか、不倫がいっぱいあるから、不倫とかでも、もう最低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 っていう感じで、まあやったらダメだよ。メディアと関係ないでしょ？なんかプライベートのものだから。うん、そう。まあ、ちょっと介入しすぎてるのかなっていうのは単純に、日本人が見てもそう思うけど、思うのに、まあヨーロッパの人とか見たらもっともそう思うんじゃないかなっていう。それはいいんやみたいな。マリワナはダメやけど。そう。そう、プライベートを追い詰めるのはいいんやみたいな。とりあえず。はい。アタックをやめましょう。やめじゃあ、インコンクルージョン。法律でやっちゃダメなことは、やっちゃダメ。やっちゃダメ。やっちゃダメね。そのやったこと自体はダメやけど、そのやってないように関しては正直、他の国では OK みたいなこともたくさんあるから、めっちゃそれやったからって言って、なんかクレイジーとか、なわけじゃないっていう。そう、悪い人ではないっていう。ただやっちゃダメなことをやっちゃったっていう。で、それは終わり。うん、それは終わり。で、メディアは、大きくしすぎてるし、その、ミサンダースタディングばっかです。えぐいです。ちょっと怖い。で、正直ヨーロッパからバカにされてます。じゃあ、これから。そう、頑張ります。みんな、let's learn about そう something before we judge. そう。でもう、インターネットに見たらいっぱいあるんで、その、コカインとか、いろいろ、もっとコカインとかマリファナだけじゃなくても、いっぱいあるから、種類が。なかなか難しいけど。まあ、少なくとも覚醒剤と麻薬の違いぐらいは知っとった方。知っとけば、まあまあ、役に立つんかなっていう。じゃあ、特に海外の人と喋るときとか。うん。うん。あとは、そう、アタックしないってことね。そう、あの、ドラッグなんでね、ただの。ただのっていうか。ただの。そう。はい。以上です。今日はちょっと、珍しく、ニュース。いいチャンネルになってきましたね。エデュケーショナルチャンネル。エデュケーショナルチャンネル。エデュケーショナルチャンネル。もしこの動画、なんか、なんか、If you like this video, give it a like. Yeah. If you like us, you should subscribe.
OK。もしこの動画がなんか好きやったら、いいねをしてもらって、僕らのことをなんか好き、なんか見たいなと思ってくれたら、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。じゃあねー。バイバーイ。Have a nice drug day. Don't drug! Don't do drugs, kids!